バタフライガードで相手が起きてくるから、その時にしっかり脇刺されないように、閉じたら、下から手を入れて反対側のかかとを持ちます。こういう感じです。ここから、違いますかかとを閉じたら、左足を引きながら回します。で、パスします。こっち側から手を入れてかかとを取ります。そしたら刺さりなくしっかり頭を取って手を入れてかかとを取る。そしたらフックしている方の足を外しながら回転させます。刺さりなくしっかり刺されないしっかり回転させながら足を後ろから足を回転させながら足を回転させながら足を引きながら強かったね今。ロードアウトミー、ロードアウトミー、ロードアウト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 、